はい、こんにちは。こんにちは。はい、早速始め、なんかカメラ目線がちょっとうまいこといかないですね。なんか斜めに見てるような感じになっちゃってますけど。目線、はい、目線がちょっと違うところ見てますよね、僕、この画面で見ると。実は見てるモニターとカメラの位置が多少ずれてるので、ごめんなさい。大丈夫か、こいつと思わないでくださいね。よろしくお願いします。ごめんなさい、早速番組の始めます。ポットプリントの番組ですね。タイトルコールは、はい、アイデアを形にホットプリントです。アイデアを形にホットプリントの始まりになります。今日は今日はというか今日からですね、もう3人体制はなくなりました。2人でということで、そうですね、ちょっと砂が喋りすぎだということもありますので、パートナーがいろいろありますので、はい、砂川さんだけ毎週変わらず、はい、そうですね、メインが僕になりますので、それで、パートナーが変わっていくと、時たまゲストが入っていければいいと思いますけど、多分ないでしょう。はい、すいません。でですね、早速ですが、今日お伝えしていくのはですね、前回の実は続きという形で、実はあまりにもですね、先週でお伝えしたニューストリームがちょっとバタバタすぎてですね、見返してみるとなんだこれはという形にちょっと自分でも思ったので、再度お伝えしていければと思っています。さらに後半でですね、またブログの方もですね、ちょっとご紹介できればと思っております。なかなかちょっと見て気づかれないっていうこともありますので、今日は早速ですが進めていきたいと思います。で、じゃあ早速画面、これは何で見てるんですか？ホームページ。じゃあ画面ちょっと切り替えてもらっていいですか？あ、これギリギリなんですね。少しカメラが近いよね。まあですね、早速ですが、これうちのホームページですね。そうですね、先週も一応紹介したんですけれども、うん、でその中で下げていくと、いろんな、表示になってますが、左側の方にですね、前回は、各種印刷サービスから始まり、これは今表示されているのが、これフライヤーとかですね、名刺がいろいろ入っているものの紹介をここで進めていった感じでしたね。でちょっとですね、あまりにも一つ一つが時間かかりすぎたっていうこともあります。次ですね、また別のものもちょっと同じような形でご紹介という形で、大型ドキュメント、多分これも前回でやったかな、やってないかな、聞いたかなっていう形だったので、これもできるということの中で、多分やっていたと思います。多分っていうのもおかしいんですけど、見覚えありますかね、皆さん。じゃあサイズ別で大丈夫ですか？はい。僕も実は探りながら、そういえば前回こうだったかなっていう形を見ながらでやっております。で、うち先ほどの小さな名刺サイズから、こういった大型プリント、ドキュメントサービスっていうか、ちょっとなまってましたね。大型ドキュメントサービス、ダメですね。それからマグネット、これも前回やったかなという形になりますが、ちょっとですね、マグネットサインに関してからちょっとお話しさせてもらいましょうね。で、マグネットに関しては今も表示にある通りですね、これ実はと車の、側面ですね、ドア面、車はもっと金属でできておりますので、それが代表例という形になると思いますので、そうですね、磁石で着脱自由そうですね、もうこれ綺麗に貼り付けるとですね、実は車で動かして結構速度を出している場合でもですね、全然剥がれることはありません。ただご注意する べき点という形でですね、というか車の側面にですね、くぼみというかちょっとガードみたいな形であるんですが、ちょっと空気が入るスペースを与えるとですね、何事もちょっと離れていくこともありますので、そこだけご注意していただければとは、はい、思っております。あと細かい内容はですね、その文面として簡単なものでありますが、きます。ちょっと一例を読んでも、読むまでもないですね。読んでいただければという形ですね。自動車、自家用車の車に営業車、自家用車、
自営業の方、まあ会社の営業者で、そうですね、要はあの自分たちの自家用車に乗っているものを営業車にすることができるっていうことのお手軽な感じですね、うん、どうしてもシール貼りっぱなしで自家用車っていうのはなんか見た目的にもあれあれと思うべきだ、自分で自分のなんかドライブに行くときとか会社のが貼ってあるみたいな、でも逆にあれですよね、いいアピールになるのかなとはそう無駄に、ちょっと無駄じゃないな、あの名護とか、まあ、こんなキャンプ一応、PR じゃない広告の代わりと、ね、人が集まるところにわざと止めておくみたいな、じゃあマグネットじゃなくてそれを言われるとちょっと痛いですね。そうですね、ちょっともうキャンプも終わったんですが、そういったキャンプ場所にでも向かうと、もしかしてその、はい、いいアピールできたかな、もうちょっと過ぎてしまったのでと思います。まあ、そのマグネットのあと、まあ料金の方がですね、下の方をちょっと行くとあると、そうですね、これは、まあ1メートルの長、幅で長さでちょっと印刷代が変わってきてるんですね、はい、まあ、30センチで8150円とか、まあ、1メートル1メートルで2万1800円ですよね、うん、これに、カット代ですか、うん、そうですね、あの枚数が増えることによってですね、その辺はちょっと出てくるものがあると、ね、ただこれは印刷代、先ほど の、まあ、のカラーに、まあ、これ画像もですね、イラストもそういったくっきり出てる表示もできますので、それも込みの印刷代込みのマグネットシートという料金なので、まあ、それを考えればかなりお安くできているのかなと思います。まあ、どうしてもデザインはいろんな、まあ、デザインがありますので、その時はまあ反射代という形で別でですね、料金がちょっと出てしまうんですが、まあ、持ち込みであればもちろんそれがなしという形になります。あとこの先ほどのサイズで、あの基本的なサイズでありまして、まあ、そのセット価格のものもですね、ありますよね。おすすめお得サイズ横49センチ×縦37センチ、はい、あ、これは1枚ですと7350円ですけど、うん、2枚セット出すと9980円、うん、かなりお得ですね。そうですね1枚あたりなんと5000円切っちゃってますね、4990円です。で、実際このサイズというのは なぜこのサイズという形ではあります。これは大体ではありますが、まあ、車両によってサイズは違ってくるんですけど、一般的な、あのドア、運転席側と助手席側のドアのサイズに全てに対応できるのかなというサイズで、実は測って調べてという形なんですが、もしかして今もボディサイズがどんどん変わってますので、これ以外のものももしかして該当しないものもあるかなと思いますが、ただあのホットプリントでおすすめしているサイズがですね、こちらのサイズで、まあ、49センチの37センチ、これが2枚、デザインがまあ同じということになりますので、まあ、それでまあプラス半下代という形になります。結構営業者でですね、やはり、まあ、最近なんですがご注文もあってですね、これも、これも一応5台分という形で、側面、まあ、運転席、助手席側、あと後ろですね、リアの、まあ、後ろのマグネット、同じデザインを全部やはり共通というか、何でしょうか、一緒のデザインでですね、やっぱりイメージをつかますということもありますので、それで、はい、あのご注文いただいたということもあります。結構マグネットはいいです。あ、やっぱりマグネットちょっと粘ってしまいましたね。あとはちょこちょこと、このラミネートに関しても以前もちょっとお話ししたかなと思いますが、ラミネートは大きさはいろいろですからね、うん、そうですね、一般的にはやはりあの企業の方ではなく、そういった本当に何でしょう、おじいちゃんおばあちゃんが個人の方でね、あの孫の写真とかですねちょっと残したい地図とかを持っていらっしゃる方もいるし、ね、あの本当にお子様に絡んでいるものがちょっと多いのかなって僕はちょっと思うんですよね。個人の方はそうなんで多いですね、うん、まあ、お子様がザザッと幼稚園の時に、まあ、描いた、まあ、クレヨンで画用紙に描いたものをラミネートしてくれっていう形で、そうですね、そういったものや、あとはもう本当に生まれた時の何でしょう、命名札じゃなくて何て言うんですか、名前が書いてる、あれのラミネートも多いですね、うん、
いろいろありますね。あとも自分が新聞に載った時、まあ、これはあのラミネートするかどうかもご判断の中で、まあ、そういったあの薄い素材のものまで全部ラミネートが対応できる、また大きな素材ですよね、新聞といってもですね。これでちょっと一つ例で挙げますと、一番最大で A0 ですね。 A0 といってもピンときませんが、これは1メートル20センチ近くかける、うん、85センチぐらいですね。ですね。でもこれで3150円、今一番大型サイズで、うん、A0 サイズこの金額です。そうですね、本当に1メートルの幅を超えた形でこれができるという、ごめんなさい、そうですね、当たってますね、しどろもどろですね。ちょ大きいのに関してはあの、うん、お預かり、1日お預かりっていう感じで出ますけど、まあ、A3 までですと、まあ、15分ぐらいお待ちになって、まあ、1枚ぐらいで、まあ、数枚ですと、はい、あんまりお待たせせずにできます。そうですね、もしこの A3 サイズまでであれば本当に15分ぐらい待つっていうこともありますが、でも事前にご連絡いただければそのラミネートを通す機械ですねを温めすることでちょっと少しでも時間が早く仕上がるのかなと思われますということですね。お気軽に。そうですね本当にお気軽に来ていただければと思いますね。ですね、あとはまあ本当に簡単なもので、ごめんなさい、ちょっと飛んじゃったな、まあ、可愛らしい、これも多分前回話したような形でもありますが、まあ、印鑑もできますよと。そうですね、うちはゴム印とかご注文される方が多いですね。うん、そうですね、わかりました。じゃあまあこういったものを、まあ、ホームページの中で進めていきましたが、ちょ、はい、そろそろ前半戦はお時間なので一度戻してもらっていいですか。こんにちは、ですねで一応前半はこういったホームページを一通りまた進めてあのご紹介という形で、まあ、後半はあのブログの方でですねこういった入り方をして、まあ、見て商品の、 あのサンプルとかもありますので、はい、続けていきたいと思います。よろしくお願いします。